2人のやり方は結構多かった気がしますね、はい、こういうやつとか大劇史上一番ゆっくりの階段落ち龍二室さんがやりだしたり お客様皆様上映中と声を一緒に出していただけますでしょうか。室野さん自ら演技を提案されたシーンやアイディアなどはありますか。うん、<て>そうですそうです。それが打ち合わせ通りの一問目の質問だよ。ああうん、それをやってくださいよ。そっか。なんで一問目で、まあうん、壮大なちょっと大きいでも過去の自分に対する言葉なの。えなんかまあまあいいけどさ。ねはいうん、え自分が演技を提案したりとかですか。そうそう。シーンやアイディアなど。どうですかね監督。でも斎藤とのやり取りは結構なんかみんなで。 いやなんかアイデアを出し合ったりして、うん、本番で生まれたものも監督が大事に取ってくれたりとかじゃあそこカット増やそうとかも言ってくれるとか2人のやり手は結構多かった気がしますね、はい、こういうやつとかネタバレになっちゃうんですけどこういうやつなんだっけ餌を食,うあを食うやつとかねそ<ー>、はい、そうそう,そう,そうああいうのは急にムロさんがやりだしたりあいっぱいありましたね。いっぱい 本番の時の思いつきを大事にするタイプです。うんうん、あ、そうなんですね。<laughs> お前、<laughs> お前って。それは監督的にはどうなんですか。<laughs> いいんですかそういう。あの本田さんと本田さんのね、二人のシーンもあるんですけれども、はい、そこでもあのまあ思わぬアクションを本田さんが展開してくれて。 <あ><あ>そうですね、えー、あ京都のスタッフさんも言ってました時代劇史上一番ゆっくりの階段落ち <laughs> いやいやもう歴史上時代劇こんな長い歴史を誇る歴史上京都の撮影所の歴史上、えー、一番遅い階段落ちが見れる <laughs> えー、恥ずかしいです今も京都行ってるんでみんなにそう思われてるもんあいつ遅いや, <laughs> やつ来たって <laughs> いやあれも当初やる予定じゃなかったですからねそうですねそうかそうか あ本当ですか僕い現場行ったらもうマット置かれて <laughs> あのしてくださいみたいな感じかなと思ってたんですます楽しみに見ていただけたらなと思います。はい